中年オタッキーです。明日の仕事が非常にのんびりしたものになりましたので、今週2本目の動画を作ることにしました。で、前回もちょろっとお話ししましたけど、今日はねこのカメラのお話をします。これねコニカ1型っていうやつになりまして、よく紹介しているカメラをたくさんね提供いただいている和孝様から、お預かりしたものになります。で、実際にね動かして写真を撮ってみました。それでは本編、スタートしてまいります。はい、このコニカ1型なんですけども、コニカがね戦後初めて量産した、カメラになるんですけどね、設計はね、昭和13年前後という記録が残っているようです。で、その当時の名前は ルビゴンとかいう名前で、それをベースに、戦後、量産したということで、で、発売時期は昭和23年ということになってますけども、これは占領軍 GHQ の指導で22年まではなんか売るなと、作るなということを指導されてた。それがなぜなのかちょっとたどり着けなかったんですけども、 GHQ の指導で、販売ができなかったということになります。で、この、和孝さんからお預かりしているこのカメラはどうやらね昭和27年型ではないかなと、26年か27年どちらかだと思います。25年にレンズの絞りが F2.8、 それまでは 3.5 だったのかな。で、その26年か27年に、この20像がね濃くなるらしいんですよ。で、これ黄色と紫ということで、多分これその型じゃないかなということで、非常にねピント合わせしやすい20像がついております。で、今期の特徴は何といってもレンズです。これね、ライカとかを使っている人はもうおなじみで、これ振動式なんですね。撮らないときはちょっとだけコンパクトになる。このぐらいコンパクトになってもなんかあんまりメリットないような気がするんですけど、まあコンパクトになります。で、面白いのがその振動式なのにレンズの先端にシャッターがついてるんですね。だから、フィルム巻き上げと、シャッターを連動させれない。セルフコッキングって言うんですけど、セルフコッキングじゃないんで、ちゃんとね、その巻き上げたことを覚えておいたりしないと、その多重録音したり、それ実際ね今回、3カットぐらい多重録音の失敗をしました。で、シャッター速度がね一応ね500まであるんです。で、500から1秒まで。で、一応バルブも装備してまして、絞りが F2.8 から F22 までということで、別に400のフィルムを打ち込んでも全然撮れます。で、一番先端にね、シャッター速度を合わせる、ダイヤル。で、この後ろにね、絞り。この絞りがね、これすごく操作しにくいんですけどね、これで合わすか、これで合わすか。このノブで合わすと、こう動いてるの分かります？絞りの数値が変わっていくんですね。で、絞りバネはね、ちょっとだけこれ変形してたんですけど、分解しようとしたんですけど、ものすごい薄い素材でできて、これ多分分解したら組めないなと思って分解はやめときました。で、シャッターもね、分解して清掃しようかなと思ったんですけど、小さいバネとかがたくさんあって、自分のカメラだったらチャレンジするんですけど、預かり物なんでね、注意するだけに留めました。で、注意してね、見事に動くようになってくれたからよかったんですけどね。これがシャッターチャージレバーですね。あ、もうチャージしてない。あ、違う。こっちだ。こっちがシャッターチャージレバー。これでチャージして、これでシャッターを切るんですけども、これね、右手でシャッターを操作するとなんか扱いづらかったんで、僕はね、こんな感じで撮りました。うん。その方がホールディングはいい感じです。で、
作例をね紹介してまいりますけども、基本的にね今まで見ていただいたイエローフィルターつけたままで撮りましたけど、いい感じで映ってますし非常に、シャープに撮れておりますが、やはりね太陽が、レンズに入るような状況では激しくフレアが発生しました。まあここまで古いカメラと仕方ないといえば仕方ないんですけども、でまあ、作例見てもらっても分かる通り非常にクリア、おそらくねカラーでもそこそこイエローフィルターを外せばカラーでもそこそこ撮れることが期待できるんじゃないでしょうか。で以前ね終戦直後のカメラということでオリンパス35を紹介しましたけど、オリンパス35随行レンズ、古い随行レンズはねみんな白く曇っちゃうんですけど、こいつは全然曇ってないんです。コニカ1型のレンズはね、まあ、カビたりね、その保存状況が悪いものは、まあ、悪い状態にはなってるでしょうけど、まあ、オリンパスのレンズのような発火とかはないらしい、ないっぽいですね。で、ね、これ、裏蓋もね、これ、開閉式なんですね。開閉式で、これが中になってますけども、巻き上げレバーを巻くのにはボタン、ここのボタンを押さなければならないです。押しながら回すんだとか、押しながら回す、で一応回し出したら話していいんですけど、で止まると、でもう一回回したかったらこれまた回すと、あカチッって言ったら、はい、何遍でも回せるんですね。だからシャッターを切らなくてもフィルムは巻けます。フィルムがどんどん無駄に消費されていく形になりますけど、で、すごいのが、光が漏れない構造にはなってるんですね。一応僕ここに、ゴム板を当てて遮光しましたけど、モルトの跡とかがないんですね。これいらないのかもしれないんですけど、まあ、一応ね光が漏れたら嫌なんでここに薄いゴム板を入れました。昔のカメラってね結構モルトが入ってないやつ多いんですよね。それで光が漏れないんで大したもんだなと思います。まあ、巻き戻しはねこのレバーで巻き戻します。結構レバーが大きいので、オリンパス35のように手が痛くなるようなことはなかったです。オリンパス35と比較、どうしてもね同年代のもので比較することで、こっちの方が多分設計は古いんだと思いますけども、ただセルフコッキングがないという意味ではその多重録音失敗をするっていう、リスクが高いので、まあそこは注意が必要ですけども、であとまあオリンパス35もそうだったんですけど、ストラップをねかけるところがないんですね。で僕はこの三脚の穴にね引っ掛けるストラップを持ってたんで、それを使って撮りましたけども、この貴重なカメラはね落っことしたりしたら大変なんで、その辺はね注意が必要です。でこの間カメラの勝見堂で見かけた時は28,000円の値がついてたのかな。結構ね可動機は高いです。当然といえば当然ですよね。で昭和23年に発売された時の価格が、19,700円だったということで、当時の、成人男性の収入多分ね日当500円とかもそういう世界だと思うんですよ。その時代にね2万円ぐらいしたカメラということで、もうドヒーって感じですね。多分ね今に換算すると100万円ぐらいの値打ちがあったんじゃないでしょうかね。でまあずっしりと重いですし、加工精度もねこれ素晴らしいです。もうね工芸品級ですね。で針側がねちょっとね修理とか撮影の時にパリパリと、剥がれてしまいました。カッサカさんすいません、ちょろちょろっと剥がれてしまいました。オリジナルの針が、これもう結構ね針側がきつい状態になってますけど、オリジナルの針側なんでうわーと思ったんですけどね、修理の段階でもうパリパリ剥がれてきて、なんともしようがなかったです。はい。で、ピントは二重増ガッチ式のレンジファインダー式、これでピントを合わせるんですね。で振動するはずの部分まで同時に動きます。こんな感じです。はい、非常に面白いカメラですし目立ちます。で写りもいいです。ただ多重録音だけは、気をつけねばならないカメラになりますね。はい、こんな感じです。ここから先はね
視聴者様の、写真の紹介になってまいります。はい、まずね、一番手がね、初投稿かな、まさまささんの写真になります。まさまささん、ニコン D750 で撮られているということで、2枚、あの海の近辺に住んでるとね、こういう写真を狙えるんですけども、なかなかこういうね、あの朝方とか夕方の、あの撮影に行く時間が私なくてですね、ちょっとこう羨ましいですね。あの1枚目がね、その夕日に染まった、漁船の写真で、2枚目はね、逆光で撮られてる。これインスタ用にね、あのスクエアになってるということですけど、見事に撮られてますね。あのなんていうんですか、構図も素晴らしくいいですし、そのハイライトとシャドウのね、あの使い方も上手ですね。いい感じに撮れております。ニコン D750 の、センサーもなかなかいいみたいで、快調も豊かに撮れておりますね。はい、で次が弓カメラさんですね。弓カメラさん、モノクロで2枚、1枚目が、オリンパス EM5 Mark2、オールドレンズに、キャノンの New FD28mm 撮られているということで、2枚目がニコン D7100 AFS ニコール18-55VR、この2枚目の方を紹介していきますけどね、これレンズに光が入らないように、物陰から人を撮ったような感じになるんですけどもね、あのその垣間あってね、あの素晴らしくハイコントラストで撮れておりますし、あの石畳じゃなくてこの地面ですか、地面の、模様がね、もうくっきり浮かび上がって、これ素晴らしい写真になってますね。弓カメラさんなかなかですね、これ、ニコンの普及機 D7100 で撮られているということで、素晴らしい写真になっております。はい、次がサファイアさんの写真、サファイアさんの写真2枚、カメラが、オリンパス OM1、でレンズ F 随行 OS50mmF1.8、フィルムはコダックのカラープラス200ということで、OM1 を、ね、入手してあのテスト撮影ということですけど、この1枚目、これエンジンなんですけどね、これソレックスのキャブレターかな、ちょっとソレックスのキャブレター詳しくないんですけど、T27 の、 あのレビトレノの、ね、エンジンということで、まあまあ、当時のね、スポーツカー、これ10-6になるのかな、10-6だね、1600cc のツインカムですね。エンジンの写真ということでね、そのシャープなレンズ、というイメージはあります。これなかなかどうしてこれいい感じに撮れてますね。で、ちょっと光がね、強い光が入ってきて、コントラストが低下してるのが逆になんかいい雰囲気で撮れてる、そのノスタルジックカーのエンジンということで、逆にそれがいい感じに、見えます。はい、なかなかだと思います。サファイアさんありがとうございます。次がね、夢旅人さんの写真、夢旅人さん前回と同じく、オリンパスイズム、フィッチカメラですね。これ2枚ともね、ちょっと甲乙つけがたいんですけど、2枚目の方をちょっと中心に紹介、してまいりますけど、これ光の使い方が非常に上手ですね。まあ、レンズに光が入ると、まあ、ズームレンズですね、多少コントラスト低下、するでしょうけど、それを林で抑えて、鳥居さんをね、逆光気味で、なかなか印象的な写真になっておりますね。このカメラいいですね。なかなかね、イズム300のね、紹介の動画ね、夢タイスさん作ってもらえませんか持ってないんで、まあそんな感じで、なかなかいいと思いますね。これね、ハードオフで500円だったんですか？まあまあ、すごい。ありえない。安いですね。いい感じですね。はい。夢旅人さん、ありがとうございます。次がね、井上ひじりさんの写真。井上ひじりさん、2枚。これ、車を撮られた2枚、この黒の塗装のね、黒の塗装の、こんだけのアップというのは実は結構難しい。まあなぜかって言ったら、以前も言ったように、カメラってその黒をグレーで撮ろうとするんでね、こんだけ綺麗に露出があった写真は難しいと思います。で、2枚目を中心に紹介していきますけどね、どちらもキャノン EOS KISS-X7、EF-S55 から250、普及ズーム、普及の望遠レンズですね、F4 から 5.6、
ISS っていう意味ですけど、非常にねその街の風景とかこれカーブかな、映り込んでいてね素晴らしい写真になってます。またあの外国車はね塗装がいいんでね写真映えしますね。こういう写真僕も狙ってみたいなと思います。はい、車の写真結構難しいんだけど上手に撮ってますね。車の写真撮っても全然かっこよく写らないんですね。車好きなんですけど、あの好きこそものの得意なれというあの法則から外れている人間です。はい、井上ひじいさんありがとうございます。いい写真ありがとうございます。次にね、ジンさんの写真、ジンさんの写真2枚、カメラがマミヤの、前回も紹介しましたマミヤの645ですね、で富士フィルムの 1000X 645 1000X か、でアクロス2で撮られた写真ということで、これ2枚ともねあの太陽が入った写真になりますけど、これ2枚目を中心に紹介していきます。これあの動画を作る際にちょっとトリミングされちゃって太陽が消えちゃって、本当は太陽がしっかり入ってるんですけども、16対9にするとどうしてもねあの645の写真は上下がトリミングされてしまって申し訳ない、な調整できないんですよ。でもうこれいい感じに撮られておりますね。なんていうんですか、ちょっと柔らかい感じになっているのがまたいいし、これ6枚絞りなんかな、これ太陽がね、ちょっと動画では映ってないんですけど、6枚絞りのね、あの、六角形のね、あの、フレアが綺麗に映ってるんですね。これいい感じで撮れております。レンズもこれなかなかいいレンズなんでしょうね。そのフレアが綺麗に抑えられてて、いい感じに撮れておりますね。はい。ジンさん、ありがとうございます。これね、今回はこれだけなんですけども、動画の間隔が短い割には多数のエントリーと、なりました。で、写真のね、紹介ね、どんどん、やっていきたいと思ってます。投稿のルールは、以前からもお話ししているように、バラ写真は2枚まで、なんか組写真、組写真は3枚までということで、で組写真はあのストーリーが、見えるようなものを望みます。で、写真投稿に関しては、カメラ、レンズ、フィルムなどのデータをできるだけ詳しくいただけると嬉しいです。はい、次々とね紹介してもらいます。最近、まあ、この間からも言ってますけど、僕の写真をみんな超えちゃってるんですね。で、僕の立場がないなとなんて言うんですか。まあ、それは、ね、時間がないハンデもあるといえばあるんですけどね、次々とカメラを紹介していかなければならないんで、バンバン撮っていかなきゃいけないし、ハンデはあるにしてもね、俺35年間も36年間もカメラいじってて何やってたんだっていう、大した写真が撮れてない自分にちょっと憤慨しております。まあ、お気になさらずにどんどん素晴らしい、作品を投稿してください。なお、投稿した写真はね、まあ、以前も言いましたけど、ネット上に流れてしまうんで、世界中に流れてしまうんで、問題があるような写真ね、例えば車のナンバープレートが写ってるやつとかはできればぼかしを入れてほしいですし、顔が写ってる人はね、了解を得てから、人の顔が写ってる場合了解を得てからということですね。あと作品の著作権に関してはもう放棄したということでお願いしますね。だってもう動画世界中に流れちゃうんで、これをコピーしてね使うような人もいるかもしれないんで、まあそんな感じです。今日の動画はこんな感じになります。で、もう来週ですけど、来週どうしようかな。なんだっけ、ヤシカ、ヤシカエレクトロ3号 MC だったかな、の写真もちょっとね、ちょっと仕上がりが良くなかったんですよ。まあ、それは動画で説明しますけど、あと、キャノンの F1 ね、キャノンの F1 で、アクロス、旧アクロス撮ってるんですけど、これももうちょっとで取り上がるんで、もしかしたらね、そっちの紹介に行くかもしれないし、両方行くかもしれないし、まあ、はっきりはわかんないですけど、で、ミッシェルさんから、いただいたレンズで撮影をしておる、ペンタックスのね、スポットマチックですね。
に、タクマの 50mmF1.4、これもねもうちょっとで取り上がりということで、ちょっと どの動画に行くかはっきりは分かんないんですけども、まあまあ気まぐれで行くと思いますけども、アクロスが取り上がったらそれを最優先で行くかもしれないですね。比較動画になってきますんで、はい、今日の動画はこんな感じでした。またね、この辺にね、あのチャンネル登録ボタン出てきます。まだチャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、まあ、あの他にもね、リンク出てきますんで、まあ、あのそれとね、あの今日一番最後に、なりますけども、めちゃくちゃね、あの美味しいねご飯を食べてきたんでね、ちょっとあの店主さんにね、紹介するっていう、話をしてましたんで、五色台スカイラインっていうね香川にあるんですけども、そのほど近いところでね、あのペンタゴンっていうね、あのご飯屋さんがあってね、そこにねなんか面白そうだと思って飛び込んだんですよね。で、あの電話かかってきちゃったよ、そこに飛び込んでね、ガーリックシュリンプライスっていうのを、いただいたんですけども、すごくそれが美味しかったんでね、あの写真付きでね、紹介してます。まあ、そんなに安くはないんですけどね、もう味が抜群だったんでね、ほんでうちのね、あのお袋もね、スパゲッティのね、カルボナーラですか、カルボナーラを注文したんですけども、チーズの風味と、生クリームのあの香りですか、が抜群で、あのベーコンもね、あのでっかいベーコンが乗っかってね、なかなか良かったです。で、あの味だけじゃなくてね、あの店内すごく面白いんで、香川県の人だけじゃなくて岡山県とかもそうですし、観光地の近くにありますんで、もしねお近くに寄った方はね、ペンタゴンっていうねお店を検索してね、僕のツイッターでね確か誘導できると思います。僕のツイッターでペンタゴンのあの写真とかもね、あと場所の情報も出しておりますんでね、またあの説明欄にねちょっとリンク貼っときましょうか。そんな感じでね、今日の動画は終わります。また次の動画をお待ちくださいませ。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしく。それでは失礼します。さようなら。